生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんおはようございます。この金融調査会の会長代理にもご指名いただき、かつこの地域金融商委員会の委員長を拝命しております片山和樹です。前体制では地方創生でいろいろと地域の地域会にお願いしたことをきちんとやっていただけるのかということを金融庁の皆様にも毎回来ていただいてフォローして、その結果を官邸にも挙げさせていただいた当時の官房長官現総理にもしっかりお伝えしてあるんですが、その後ですね、菅政権になりまして、菅総裁候補のマニフェストから地域の金融の話いろいろと触れられておりまして、やはりここがこれからのコロナ禍からの回復と日本の未来への成長戦略の肝であるということを菅総理、地方議員ご出身であります初めての総理ですから一番よくご存知でいらっしゃいますが、その菅総理にいろいろな財界人、学者が会われて、この地域金融の問題では一番最初に長時間会われたのが北尾 SBI ホールディングス社長でいらっしゃるということで、その辺の事情もよく存じ上げた上で、今日は総理にレクしたのとほぼ同じ内容をこの部屋でやっていただく、これが我々がこれから政策を考える上で非常に重要です。でさらに全く同じテーマを審議会でやってるわけではないですから、ここでお話をしていくことが非常に意味があります。あとはもう一つ、中小零細企業の地域における、再編や再選ということにおいては、地域金融機関がそのリードを取らないと無理でありまして、総理のお言葉も、その辺の意味があるというふうに私伺っておりますので、表裏一体としてやってまいりたいと、ここを乗り越えないと、今はゼロゼロ融資、約14、5兆円出しています、民間だけで、合わせたら29ぐらいですね。これで全て、倒産件数が抑えられておりますし、一応従業員数も抑えられておりますが、それは永続できる話ではないですから、未来に向けて、新しい再チャレンジに持っていくためには地域金融が温度を取らないと無理ということで、その第1回ぜひ北尾さんから示唆に富んだお話をいただきたいと思います。また最後の方に、おそらく総理の方の、所信表明にありましたので、今日からも出てくると思います。参議院の方ではすでにテーマに出すと言っておりました国際金融都市ですね。国際金融都市も東京一極集中ではなくて地方にもその機能を強化するということを菅総理おっしゃってますし、前々から大阪エリア、福岡エリアは手を挙げておられますので、そのお話も提言させていただきたいということで、どうぞ会長よろしくお願いします。ありがとうございます。先だって総理にお会いしたのは10月の5日ですから、1時間ばかり、時間ちょっと超えたかな、お話をさせていただいた。5つぐらいの、金融に関わるトピックスでお話をさせていただいたんですけど、今日はもう30分ということで、時間があまり限られてますから、それからもうその時からさらに私の話、だいぶ進化しております。そういう意味で新しいことを踏まえてお話をさせていただきます。資料をお配りしていると思いますので、順番にいきますけれども、2ページでありますけれども、地方創生の取り組みと、私どもこの3年上をかけて、どんなことをやってきたかということをまずお話しさせていただき、これは簡単にお話しさせていただき、それから SBI 地銀ホールディングという会社を創設しまして、戦略的資本業務提携先の地銀、それらの問題解決のためにどういうことをしつつあるのかということ。それから、私どもが出資してからもうだいぶ時間が経って、それで結果はどうだったかというところを、島根銀行を中心にお話をしていただいたということになります。それから地方創生パートナーズという、我々、公益は私益につながるという一つの志を持っておりまして、そういう志を同じパートナーと我々一緒にこれから大きくいろんなことをやっていく、そういうことのお話をさせていただく。そしてこのまさに、国際金融投資、これは地方創生と密接に絡んだことだということで、この方面のお話もさせていただこうというふうに思います。それでは3年間何やってきたかと4ページ見ていただきますと、まず例えば私どもの SBI 証券では
累計42社の地域金融機関と金融商品仲介業で提携をいたしております。まあ、42社と提携するというのはこれで今までなかったような数なんですね。それからマネープラザっていうのはこれ共同店舗12個、16店舗、まあ、一銀行が複数のもう店舗をすでに出し始めている。非常に大きな成果を見始めているということで、さらに3校で2店舗目をまたやろうとか、あるいは加えて1校が新たに共同店舗をやろうと。共同店舗というのは本支店、その銀行さんの本支店で私と SBI マネープラザ一緒になった、店舗を作っていくということであります。それから生命保険損保なんかでも、いろんな男子を中心にですね、いろんなつながりがもうできております。それからテクノロジーをどんどん提供していこうということで、ネオファイナンシャルサービスが提供するホワイトラブル形式のバンキングアプリを9個で、2個が、さらに内定済みということであります。それから、次のページに参りまして、モーニングスターもこれは、投資信託を売るにこのソフトがないとどうにもならんというのが地銀の声でありまして、実にタブレットアプリウェルスアドバイザーは142の地域金融機関に導入されております。それから SBI 地方創生アセットマネジメント、まあこの地方銀行の一つの大きな問題というのは運用能力がない、高度運用に耐えられない、だからパフォーマンスが悪い、パフォーマンスが悪いから業績が悪い、そういう形になっております。そこで、まあ、我々がじゃあお金を預かって、受託して運用しましょうということで、今私どもに集まってきたお金は38個から5900億円に、上っております。それから、私どもの銀行でも銀行仲介業をやること、また面白いことをやっているところもあります。まあ、銀行もさまざまなファンクションがあるわけで、持ってるとこ持ってないとこ、その持ってないところを私どもから、提供していこう、まあ、そういうことであります。6ページに入りまして、その共同店舗の話なんですけども、7ページ目を見ていただきますと、この共同店舗を運営するにあたって私ども SBI マネープラザから大体4名の人間を派遣して、そして、証券の知識のない、人たち、まあ、ほとんどの地方銀行そういう人たちがいない、そこで私たちの人間が、お客さんを紹介していただいて販売していくと、そういうようなことをいろいろやっているわけです。単なる販売だけじゃなくて、さまざまなコンサルティングもそこでやっている。そしてただ私どもこうどんどん共同店舗やることが増えてきますと、人間が足らないと、そこで SMBC さんのグループ、まあ、SMBC 日興証券ですね、こことタイアップしまして、日興証券側から人材を出してもらうというようなこと、そしてノウハウも出してもらうというようなことで、この共同店舗の構想をどんどん広げていこうということになります。SMBC さんと私どもはこの地域創生に関しては非常に密接に今動きつつあります。それから SBI 生命でやっている男子ですけども、3年間で20倍に男子の累計申し込み件数増えました。これほとんど地方から来ているんですね。118,182件。それから新たな取り組みとして、一般社団法人の長野県信用金庫協会、共同化男子制度というのをで提携をすることになります。これをどんどんとこれから広めていこうというふうに思っています。いろんなところでこの男子制度をやっていこうということであります。次のページに参りまして、今までどちらかというとエクイティを中心にいろんなことを我々助けていくということをやってたんですけども、キーストーンパートナーズというところの3分の1兆の株を取得しまして、そしてこのキーストーンパートナーズというのは地域の中小中堅の企業にお金を融資するとかですね、そういうことが得意なところです。でそのファンドを作って、そういうところから通じてお金を出すというような形で、地方の中堅中小企業を助ける役割を担う。これも新たな試みとして、我々進化させる。それから、この次のですね、日本メディカルビジネス社と合弁会社健康講座事業を推進ということであります。これ非常に僕は面白い試みだと思っています。
はい、これも同じようにベンチャー企業の日本メディカルビジネスというところと私どもで、組みましてですね、医療費後払い事業と健康口座事業をやっている。一体健康口座って何なのか、次のページを11ページでありますけれどもご覧いただきますと、まずこの菅総理がおっしゃられた自助共助公助、自助というのはまず自分の医療介護に関わる費用をあらかじめ若い時から専用口座に積み立てていく。そして共助というのは万が一多額の医療費介護費が必要な場合に備えて必要最小限の医療保険介護保険を備えていく。これはまあ私も SBL 損保でやっていこうと。そして公助というのはこれはこれから先生方にお願いせないかことなんですけども、健康口座残高の相続対象控除、こういうことがもし実現されると相当大きなインパクトがあるというふうに思っています。そして、利用者は12ページありますけども、受診をする医療機関で、これを受診すると医療費は立て替え払いで、この私どもの、傘下にある会社から出されます。でこの時に病院での利用者の会計待ちの時間はゼロ、全部キャッシュレスでやろうという形になります。で3番目はその建て替え医療を地域金融機関の中に設けた健康口座から出すという形になっていきます。まあ、各地域でスタートの時期は一応今1県1地銀を考えています。まあ、これもビジネスモデル統計は全部取ってあります。そういう形でこれをどんどん進めていく。やっぱり、何もかももうあの国民皆保険、日本はもう世界に冠たる皆保険制度を持ってるわけですが、これ以上もう無理の状況に財政面から考えると来てると。そうするとやっぱり自助の部分も増やしていかないといけない。まあ、まさにこの自助共助公助っていうのは上杉鷹山公が、まあ、言われてた思想でありますけれども、これケネディ大統領になった時にこの上杉鷹山公のことを紹介して最も尊敬する日本人の一人としてケネディ大統領を挙げて、彼の演説の中も国に何かしてもらうことを期待するよりあなたたちが国に何ができるか、そういうことをおっしゃられてました。まさにこの思想が今菅さん総理になられて言われたけど最も大事な思想だと思います。だからそういう意味でこの健康保険口座っていうのはこれからどんどん推進していきたいというふうに思っています。ちなみにこの話も若干総理にはしてありますけども、もっと強力に今度お話をさせていただこうというふうに考えています。それから、じゃあ私どもやってきたこと、地銀ホールディングスは、まあ、戦略的資本業務提携先、それの問題の解決のために今まで尽力してきたんですけども、今我々が資本業務提携をしている先っていうのはこの五湖、島根、福島、筑豊、清水、東亜、それで大体10個にそんなに遠くない将来に行くであろう、大体の奥さんがついてます。ほぼ合意しているところも2、3あります。そういうことで10個まで持っていく、まあ、これは私はマックス10個で言ってるんですけど、先ほど申し上げましたように人がまずいると、運用にするにしても高度な運用能力を持った専門家が必要なんですね。そういう専門家を養成していく、採用していく時間がかかります。そして、例えば共同店舗でもそれだけの人がかかる。そういう経営資源から考えて、まあ、10校ぐらいがいいとこかなというふうに思っております。そして、この15ページですけれども、出資先地域金融機関の再編ではなく、まあ、総理は数が多すぎると、まあ、これは今の地銀の経営環境から見て、誰が考えても多すぎるオーバーバンキングシチュエーションであるということはこれ間違いないと思います。環境がもっと良ければ それだけ この余裕が出てくるんでしょう。今はそういう状況、したがってそれを解決するためにどうするかというと、これまでの主なやり方っていうのはガッチャンコされるということ、それによって人が減る。ただガッチャンコはこれ質的変換に必ずしもつながらないんです。これを質的変換に進めるためにはどうしたらいいか。これは人間でも、私は自らを変えるも自ら気づくのは自らでしかないというふうに信念を持っております。これ組織でも同じ、自らを気づくためにはどうしたらいいか。
人は自らを気づくためにはまず自己否定をする、そして自己変革をする、そして自己進化をする、この3つのプロセスが必要です。組織においても同じことで、まず再編ではなくて徹底的な自分たちを変えていくんだという強い意志をトップから下に至るまで持っていただく。その上でじゃあ何が問題かと徹底的に分析する、分析した上でじゃあ処方箋を書く、こういう形で我々はまず自己変革を促す、そして処方箋についてはお手伝いします、また治療法についてもお手伝いします、まあ、こういうことをしながら、この例えば島根銀行の改革をしてきたわけです。16ページでありますけれども、島根銀行もコア業務純益ガタガタだったところです。それがこの上半期マイナスからプラスに転換、経常利益も上半期大きなマイナス19億5900万から3億2000万のプラスになった。で、これは何でそういうことが起こったかというと、もちろん店舗の再編や事業の選択と集中をみんな行員が一段となって、やってきた、これは一つあります。もう一つは我々に、620億円の運用のお金をもう全部委託します。それで私どもは全部、運用を高度化していく、そしてマネープラザとの共同店舗をやっていくとか、さまざまな私どもの経営資源を使っていただきながら、向こうを変えていく、まあ、お客様でもですね、今までこんなサービスのこと知らなかった、お宅になかったからっていうようなこと、あるいは学生さんでもしばらく新入社員が耐えて忙しかった、しかし SBI さんと一緒にこうやってやる中でもう一遍新入社員が増えてきました、あるいはもう離れたお客さんが戻ってきました、まあ、非常に、この間も東大に来られてそういう話をたくさん聞かせて私ども非常に喜んでるんですけど、投資家はじゃあどう見てるか、島根銀行 PBR は19年の9月は 0.21、 実際倍率 0.21 だったんです。ところが私どもがやってから 0.43 に増えた、他の地銀ほとんど変わってませんよね。これだけ効果が投資家から見てもあるということなんですね。次のページ、他の銀行にも同じようなことをやってきて、これも順次変わっていくと思います。そういう形で、入れたところは全部変えていく。だからまあそういう意味からも成果を確実に出すためには、まあ、10個ぐらいがマックスかなというふうに思ってます。例えばさっきの共同店舗でどんな成果になっているかというと、2020年9月実績収益、2017年10月共同店舗をマネープラザの共同店舗を始めたとき 68.2 倍に、実績の収益が増えているんですね。預かり資産や口座数は 16.7 倍になっている、預かり資産は 9.6 倍、同じように地方銀行など凄まじい倍率になっているんですね。口座数も預かり資産も我々と共同店舗をやったおかげでどんどん増えているという、これも実績なんですね。なぜ増えるか、今まで商品もなかった、我々も投資信託一つでもものすごい数の商品が、あるいは地域の富裕層にどうやって、富裕層のニーズに応えるか、例えば節税商品どういうものがあるか、いっぱい来るんだけど今まで何にも答えられてなかった、あるいはこういうビジネスをやってるんだけどなんとかならないかというような相談を受けても、 IT のこと全く分かりません、こういう世界、そういうの全部あらゆるところにつないでくる、そうするとそういう面でもいろんな形で、あ、じゃあそれを我々がこういうふうな形でシステム的に解決しましょう、さまざまなことができるんですね。これ A と B としてつけただけではこういうことはできないんです。次のページに参りまして、先ほど高度な運用を私どもやってるということで、お金を預かってる、一体地銀さんからどれぐらいのお金を預かってるかというと、私どもが作った、会社地方創生アセットマネージメント、約6000億も預かってるんですね。この6000億のうち、私どもがもうすでに出資している銀行、さっきの4行ですね、これ 30% なんです。じゃあ出資してないところから 70% も来てるわけですね。4200億が出資してないところから来て、SBI さん、なんとかうちの運用も助けてください。まあ、それはできる範囲で我々全部対応している。
まあ、これから外債にかけて、非常にこれ、例えば国債の償還がどんどんある。そして、地銀がその国債を償還後、国債を買えるとも思えない。じゃあどうしたらいいのかというのは、それが一番のこの3年内に15兆円ぐらいの償還してくる国債や調査がある。これにどう応えていくか。こういう問題があります。で、我々はそれをこういうふうにしましょう。例えば、我々世界最大のボンドインベスターのピムコと、ジョイントベンチャー作ってます。ピムコがジョイントベンチャー作ったのは我々だけですけど、そういう形で外債の運用について、様々な我々には運用ノウハウと知恵と、そしてアベイラブにする能力がそういうものを持ってくるわけです。そして、今度東亜銀行さんと戦略提携をするということになりました。これでちょっと違った試みは、共同ファンドを設立する。地元の企業を支援するためのファンドを作るということであります。まあ、地元の企業をよく知っているのは、当然ながらそういう銀行でしょうから、地方銀行からノウハウ、そのいろいろ情報をいただいて、我々としての投資判断をしていくと。そして、我々の得意なところは、単にお金を入れるだけじゃないんです。それをどうお金を入れて、その入れた会社を変えていくか。そのためにこの技術が必要だから我々持ってきてあげるのよ。あるいはこういう考え方したらどうです。徹底的にモニタリングをやりながら、その会社をどんどん育てていく。この能力があるかどうか。これが非常に大事なんです。単にファンドを、例えば地方公共団体もあるいは警察の関係でもいろんな外国団体ができました。そのパフォーマンス見てください。そういうことを考えると、我々はやっぱり専門のノウハウが必要だと思ってます。韓国はもうそういう自分たち政府系で運用することを諦めちゃって、そして、民間企業の中でパフォーマンスをいいところを探して運用を任せる。そしてその結果を重視して次の運用するかどうか決めていく。これは割合優れた制度だと思います。だから成果が上がるんです。もうこういうことは専門家に任せるという、そういうスタイルが必要だと思います。それから、21ページでありますけれども、私もずっと地域金融機関と最初はやってきた。地方創生になんとかつなげられないかと思ってやってきたんですけれども、これだけでは不十分。これやっぱり地方の経済主体である地域住民、地域産業、そして地方公共団体、こういうものを全部巻き込むような、対策が必要だなと痛切に感じました。したがってそういう仕組みを作ろうということで、考えたのがこの23ページの地方創生パートナーです。ここに、山口ファイナンシャルグループ、この山口さんのこの吉村さんというのは、まあ、いろんな新しいことを、地域経済活性化のためにやろうという、そういうことで実績もあるしやってこられた。それから政策投資銀行、それから新生銀行はもともとこれは地域金融機関との関係非常に強い、金融債発行して買ってもらってたところですからねそれからコンコルディア、まあ大手のしかも大都市に近いそこでやってるところ、そういうところをみんな巻き込んで、我々、この同じ志を持って、この地方創生を何とかやっていきましょう、ということで話をまとめました。そして、今それで進みつつあります。まあコロナの中ではもうどんどん進んでたんですけども、最終的にこの地方創生パートナーズは企画立案。それで随分いろんなアドバイザーの方、地方に詳しい人、今来てもらってます。そしてその参加じゃなくて、その関連の会社として SBI 地方創生サービス、これ私ども 50% を取って資本金は 2,30 億円にするんですけども、匿名組合形式で下に書いてあるシステム、人材、事業承継、スマート指示、国際金融都市、環境エネルギー等々で、それぞれ匿名組合を作り、まあ最低でも300億円以上を集めて、いろんなことをやりたい。それからもう一つは SBI 地方創生投融資、これも 50% 私ども出しますけれども、資本金は1、2億程度。そして投資事業有限責任組合を設定して、まちづくりファンドだとか、あるいは事業承継ファンドだとか、海外向けの投資融資ファンド、そういうものを作っていく。
で、その次、26ページ。まあ、私どもがやってるのは、一つの例として、26ページ、これ電力の販売事業なんです。もともと光通信さんがやられてたんだけども、あらゆるも、一緒になって全国展開しようということは、まあ、例えば、島根エナジー株式会社を作りました。ここで太陽光発電で様々なことで電力が出たやつを安く株主になっていただくこの販売会社は島根県の有料事業会社21社が出資していただいて、その21社にみんなその安い電力を提供していく、そういう仕組みを作ったわけです。これはそういう意味ではまたその収益が出たら一部を地元に還元する、こういうようなスキーム出てきてます。それから次の27ページ、このマルリバーニーという、まあ、上場企業でありますけど、面白い会社があります。こういう発想はベンチャー企業しか出てこないんですね。もう荒れ果てた、こんな寂れたところに、そんな建物作って大丈夫と、みんなが考えるところにですね、レストランやカフェ作って、もう街の見違えるように変わっていく。どんどんお客さんが来てる。そういうことに長けた会社。これとも思います。それから、ベースでありますけれども、これは、e コマースのプラットフォーム、もうまさに、今日からすぐできますよ。今まで地域のもうスモールエリアだけがお客さんの対象エリアになるわけですけれども、これを全国展開をしていきましょう。そういう仕組みをベースのこのプラットフォームを使って、これも初期費用タダでできる。だから非常に入れやすいんですね。それから、29ページ、インバウンドが減って、もう地方困ってるわけですけど、じゃあ地方の物産を中国を中心に持っていったらどうなんですかということを、中国系の企業ですけども、SBI グループの投資先で、ニアゴラというのは、中国国内の越境 EC 利用者数って7000万人もいる。世界全体の EC 市場における中国、日本の市場シェアって 56% なんです。こういうものを活用していきましょう、ということです。それから事業承継では、まあ、トランビというベンチャー企業と組んで、マッチングを売り手と買い手をつないでいこうというのをやってます。しかし、これグズグズしてたら間に合うので、もう私ども承継ファンドを1000億円ぐらいのやつを作って、すぐに投資をし、で、すぐにその会社を変えていき、そして、それこそ、いろんなところと引っ付けたり、あるいは技術を入れたりして、会社の改造を図って、事業承継が魅力的なものになるようにしていこう、ということです。それで、国際金融センターの方に移りますけれども、ページの233ページ、この国際金融センターの話をする前に、やらないかんことは、今の既存の金融インフラの整備と拡充が必要だ。ご承知のように、この間10月1日、東京証券取引所で発生したシステムトラブル。3兆円の取引が消えてなくなっちゃったわけですよね。本来あるべき。こういうことが起こってる国に国際金融センターの誘致なんて難しいです。なぜそういうことが起こって一日全部ストップしてしまうのか。それは日本の場合、東証一極集中なんです。アメリカの場合は NYSE、ニューヨーク証券取引所 21% のシェアがないです。ナスダックは 19%、CBOE は 16%、まあいうようなことであります。で、他にも PTS が 44%、まあそういうことで、時間ですか？大丈夫ですか？はい。はい。で、35ページ、朝日新聞の10月1日の夕刊から取ったんですけど、別にこの間の10月1日が滅多に起こらない事故じゃないんです。頻繁に、実はこういう事故が起こってるんです、東証では。だから一刻も早く PTS の育成。山本先生も、この間日経新聞かなんかで PTS の育成が必要だというふうにおっしゃられてましたけど、これは気球の課題ですよ。日本のこの 87% を何とかしないといけない。で、こういうことを東証がずっとやり続けるように仕組みを作ってきたんです。で、東証がやってるからシステム面ではもうナスダックに比べて全然劣ってる。あるいは顧客本位、フィデューシャリーデューティーが追求できない。で、それから技術は全部 PTS の後追い。それからコストも。
マーケットデータフィーなんかこの 87% をベースにしてマーケットデータフィーものすごい取ってるんです。こういうのが今の現状です。じゃあ一方 PTS はどうかと言いますと、私どもが2006年に作ったのが最大で、しかも私どもの作ったやつが、最も古い、PTS なんですけども、今33社が取引参加してるんですね。でこれをもっともっと参加できるようにしようとしたら、それがやっぱり大きな変革が必要なんです。何が必要かというと、例えば信用取引、これを PTS の認めに3年を要してる。それで未だにこの親会社グループ会社関連で SBI 証券はその PTS のところ使えないとかね、信用の場合ですよ、使えないとか、そういう仕組みを作ってるんですね。だこういうバカなことをして、競争制限をやり 87% の独占状態を作り上げてきてるというのが東証なんです。でさらにこのシェアの規制というのがあります。 PTS における取引が個別銘柄シェアが 20%、 公設取引所の売買金額の 10% を増加した場合は公設取引所にならなければならない、こういう規定を設けてるんですね。米国は市場全体シェアの 40% を超えた場合、このシェアの計算なんですけど、アメリカは当然ながら全体なんです。公設プラス PTS 分の PTS なんです。日本は公設分の PTS なんです。こんなバカなシェアの計算の仕方って考えられないことは、そういう状況、それからもうそこに書いてあるように、いろんなことがもう問題含み、こういう問題を全部解決しないとダメだと。さらに、この同じ東証のグループ、取引所の生産手数料の高止まりですけどね。これも信じられないぐらい、例えば、JSCC の生産手数料42ページです。2008年以来の高止まりが続き、他方、ホフリの振り替え手数料は2016年から変わらず。そしてボリュームディスカウントでもですね、JSCC の生産手数料って最大 5% なんです。世界はどうなってるかというと、43ページ。最大のボリュームディスカウントは 97% なんです。日本は 5% です。ありえない、こんなこと。そしてそれが、そういう独占状態で独占利潤を得てるということが、次の44ページ。JSCC の営業収益の平均成長率は、コンパウンドアニュアルグロースレートで 3.03 なんですね。企業もまあ同化はしてるんですけど、経常利益率は 30.65% で、そんな高い利益率の中で45ページですありますけど、利益剰余金の積み増しは2020年3月までで501億円、現金及び預金の残高645億円。一体なんで JSCC にこんなにお金を貯め込む必要があるんですか。本来ならこのお金は投資家に還元されるべきお金ですよ。そして次、法振りについては、さすがに総理もびっくりされてました。これは通信以上ですね。利益率 50.65% です。ありえない、こんな数字。世界見てみても。そして、法振りの固定、次の47ページですけども、利益剰余金の積み増し460億円、現金及び現金の残高も285億円まで増加している。だから国際金融センター誘致する前に、こういうことを整備して、世界の常識とイコールにならないとダメです。そして、ただタイミング的にはですね、48ページにあるように、日本はスーパーシティ法案が5月29日に成立した。香港はご承知のように一国二制度。この一国二制度の結果、日本のジェトロによるとですね、香港で事業を展開する日本企業の3分の1、これは香港での事業撤退縮小再考などを検討中です。ロンドンはブレグジットを やるっていうことを決めただけで、どれだけの金融機関がロンドンから離れていってるか。ただ例えば米銀大手の JP モルガンチェイスは2000億ユーロ、25兆円の規模を英国からドイツに移すと、金を。それから、アーストエンドヤングの調査によると、163兆円の資産がヨーロッパに移動する。まあ、フランクや、あるいは、ルクセンブルクや、パリにどんどん移動していく。これが香港だったら、一国二制度だったら、どれだけの金が移動していくかということです。
だから今あれあれは日本はこれを誘致活動を徹底的にやらないかと思うんですよ。そして世界の巨大都市、ロンドン、ニューヨーク、東京、全部コロナの感染者数圧倒的に多いんです。したがって一極集中を排除してこれを地域分散型にしていく国際金融都市についても同じことだと思います。それで次のページはもう飛ばしまして、50ページ、まあ、大阪神戸っていうのは、まあ、僕は特にこだわる日本に誘致できればそれでいいと思うんですけど合理的に考えてみて東京はもう無理だ。例えば、大阪府の住宅地価格指数は東京都の約4割に過ぎない。安いところに持っていくっていうのはどこの国の金融業者にも見たり期待することです。そして僕は何人かのお友達のマネーマネージャーの連中と話してたら、いや大阪三崎来た方がいいよと、やっぱり京都や奈良に近いから、うん、観光資源に近いということも、ああ連中引っ張るのに結構役に立つんだな、そういうふうに思いました。それでこの大阪スマートシティ構想とか福祉のビジョンだとかそういうものと一緒に考えるべきだろう。そして総合取引所、この堂島、小麦相場の先物の発祥地です。これがもうなくなるということは、何としても僕は文化的資産ですよ、これ。これをなくさないといけない。そのために、僕はこの株式会社化に堂島をして、そしてこれを総合取引所に変革するということを今考えてやっています。それで51ページですけど、日本の最大のメリットというかアトラクティブなポイントというのは個人金融資産です。これが1900兆円近くある。そしてそのうちの 54.2% が現金預金なんです。このネガティブ金利状態でこんなバカな国はないですよ。なんで個人の財産形成資産形成にお金がいかないんですか。これを何とかしないといけない。それは、僕はずっと、菅さんにも、総理にも話してて、僕は非常に評価したのは、ニーサだとか、イデコ、これ、菅さん、ボンとやられたんですよ。この発想のね、これが僕は素晴らしいと。資産形成やるためには、やっぱりそれが必要なんです。欧米の例見ても明らかなんです。でこの1900兆をどう動かすかというのは、僕は年金にインセンティブをつけていくような仕組みを政府が作ることだと思います。そしてそのインセンティブ、税でのインセンティブを作ると銀行預金から年金に移っていく、こういうような形になるんじゃないで、私どもの提案としてはまず戦略トップを設置すると、52ページです。それから金融規制の緩和、戦略トップです。所得税、キャピタルゲイン課税等の税、あるいはビザ、そういったものを国際標準に、国際金融時の標準に合わせていく。それから資産形成に資金を移す税制面での1900兆円、ビザの要件緩和、それから政府がフィンテック産業の育成を目的として大規模ファンド、民間のベンチャー、私どもなら私どもと作る。もうこれが政府系になったら全然機能してない。いいパフォーマンスが上がらない。私どもはものすごいパフォーマンスを上げてるんです。それで、そして日本で最大のベンチャーキャピタルなんです。ジャックなんかどんどん昔抜かしてるんです。それから、英語対応。これも徹底的にやらないか。まあいろんな書類関係も全部英語にしないといけない。まあ英語と日本語の同期ですよね。それから病院、教育機関。こういうものを作っていかない。それともう一つは、これ片山先生なんかとも一緒にお話したところで出てきてた、その一つなんだけども、英国との連携。英国がさっき申し上げたように、落ち目に担当した。日本はここからの新しく作る。このうまいコンビネーション。英国が乗ってくるようにうまいコンビネーション。ちょうど地政学的にも、こっちが出てる間、向こうはオープンしてると。そういう状況。このタイムディファレンスをうまく使っていかないかというふうに思います。向こうはこれなら乗ってくると思います。まあ、片山先生何回も、ブリティッシュエンバシーに行かれて、向こうの大使の方もお話しされてます。で、私どもじゃあ、SMEA グループが支援可能な事例なんですけど、
この次世代の国際金融センターにしなきゃ、次世代ということはニューテクノロジーを使う、ブロックチェーンを徹底的に使ったスマートシティを作り上げないといけないというふうに思っています。この部分には我々は非常に優れたものを持っています。それから SBI インベストメント投資先フィンテックベンチャー企業の誘致、これからもうどんどんフィンテック企業に投資を我々していきますけども、海外に投資する場合は日本に来ないと何よ、日本に来て大阪に拠点を設けないともう我々金入れません、そこまでやろうと。それからさっき申し上げた堂島の総合取引、そして次世代の金融商品の創出と取り扱い支援、僕はセキュリティートークンというのは非常に次世代金融商品にとって有望だと。だからこのセキュリティートークン、これをなんとか流通発行市場を作り上げたい、流通市場を大阪に作ろうというふうに思っています。第2の PTS を大阪に作って、これは普通科も、やりますけども STO もやっていく、 ST もやっていくという形にしたい、まあ、我々がいわゆるグローバルな、標準になるとスタンダードになると思っているアメリカの2つの会社、我々は最大のアウトサイドのインベスターです。 R3 というコルダーという強力な武器を持って、そしてあらゆるところでブロックチェーンを使えるようにいろいろ今先進的技術を開発しているところ。XRP、これはリップルでありますけど、国際送金でナンバーワンの会社であります。これ両方とも我々が投資をして、リップルの場合は私が役員も、本体の役員もやっているという状況であります。それから55ページ。これ我々全部投資しているフィンテック企業です。その中でどんどん公開していってます。で、さっきの堂島のグローバルな総合取引所構想、何も多分全部独占しているこの JPX、 これ叩き潰さないかというふうに思ってます。もう本当にこれをねやらないと日本は国際金融シティなんて無理です。独占というのは最悪です。競争で勝ち上がって独占状況になったわけじゃないんです。これは権限与えられて独占企業になっただけだから、競争で勝ち抜いた企業は常に新しい、そこに発想があり新しい進化があり技術的革新がある。ところが競争にさらされてなくてぬるま湯に使って企業はそういうことは全くないんです。僕は随分銀行のことでもこの公正取引委員会にも言いました。そしていろんな代理先生にもお願いしました。ようやく全銀ネットだとか、なんでキャフィスだとかこんな高い値段取ってるのと、これが全部結局金融サービスを受ける消費者に、受益者にみんな来てるわけですね。これを全部変えていかないといかんと僕は思うんです。まあそれで、さっきの流通発行市場、次世代の金融商品、これで作っていきますよ。本当はまだまだ言いたいことはあるんですけども、時間の関係でもこれで、やめますけども、金融庁さんもだいぶ来られてる。言いたいこと言ったことありがとうございました。